ハッピーハロウィーン。こんくらいしかね、もう仮装も何もないんですよ。シンプルです。はい、どうも、ハンサムクルージュです。今日はですね、ハロウィンですね。もう、すっかり世の中の空気的にはね、日曜日でハロウィン終わったみたいな空気になってますけど、今日がハロウィンですからね。10月31日がハロウィンですよね。多分そう、そういうことですよ。ということで、今日はですね、こちらを食べたいと思います。ハーゲンダッツ。ジャポネ。全くハロウィン関係ないものを買ってきました。これ食べたかったんですが、2つあって、まあ、リクエストもいただいてましたしね。ハーゲンダッツジャポネ黒蜜こしあん、一方はくるみと黒蜜とこしあん、もう一方はきな粉と黒蜜と小豆っていうね。ジャポネの黒蜜きな粉小豆はもう以前に食べてたんですけど、今回は比較の意味で買ってきました。両方食べてどっちが美味しいか発表したいと思います。どっちが美味しいのか、くるみ黒蜜こしあんから食べてみたいと思います。これ結構うまそうだね。見てください、あんこがこピシーッと表面に。あー、結局僕あんこ好きなんだよな。こしでも好き、あんこがピシーです。作りましょう。いきます。これでもいけるか、あそこまで。あ、いけるぞ、いいよ。ここ行ってね、ここ行って、さらにここ行って、この一帯を。ああ、なかなかそこまではいけないな。こんな感じです。でもここはバニラアイスゾーンですかね。ま、あんこうまい。あ、うめえ。あ、下の方がちょっと色の違うアイス。何アイスなんだろう、これ。くるみも見えます。くるみも見える。うめえな。うめえな。うめえな。くるみうめえな。結構くるみ入ってる。うめえ。うん。ちょっと一旦ここでやめよう。はい、ジャポネ、くるみくるみつこしや。ごちそうさまでした。美味しかった。これはね。これ、重版さん。アイス部分、あんこと、あとミルクアイスの部分、すごい美味しくて、あんことアイスの組み合わせってだけでテンション上がるんですけど、そこは本当美味しかった。で、下の方ですね、3層になってて、あんこ、白いアイス、で、茶色いアイス。多分、この茶色いアイスは黒蜜のアイスだと思うんですけど、違ったらごめんなさい。その茶色い層に、すっごいくるみがぎゅうぎゅうに詰まってて、そのくるみの食感とね、味がね、すっごいいいアクセントになってて、めちゃめちゃ美味しい。アイス食べてるのすごい香ばしくて、ほんとカップアイスって感じじゃなくてスイーツでしたね。じゃあこれ黒蜜きな粉小豆いきましょう。きな粉ソースに黒蜜が混ざってる感じなのかな。すくいます。これもちょっと浅めにいきます。あ、このきな粉ソースのとろり加減がたまらんですね。あ、きな粉の香りがつい、はい、いただきます。うん、あ、香ばしいきな粉。そしてそして見えるかな、そこの方にあの黒蜜アイスと、黒蜜アイスだよね多分これ、小豆が入ってました。小豆うめえ。小豆のプチプチした食感もいいんですよね。たまんねうまい。じゃあこれね、黒蜜きな粉小豆ごちそうさまでした。香ばしいきな粉ソース、そしてその香ばしいきな粉ソースとミルクアイスが合うんですけど、またその下にあるね、この黒蜜ソルベ、黒蜜ソルベと小豆のね食感ですよね。ソルベなんでちょっとシャリッとしてるんですよね。プラス小豆のプチプチってした食感と、その甘さがこう口の中に入るとまたね絶妙なんですが、すんごい美味しいんですけど、やっぱりね、くるみ黒蜜こしあん、これは驚異的でしたね。こちらにはかなわないということで、くるみはうまい、あんこも美味しい、全体的に良かったです。最高でした。はい、というわけで2つのアイスをいただきました。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。以上、ハンサムクルージュでした。バイバーイ。